皆さんこんにちは。マルスエハレ役の松岡一徳です。はい、海哲彦役の島崎信長です。はい、今日はですね、こんな企画に挑戦してみたいと思います。お、題して群青同盟対決、絶対に負けない維新伝心ワード。イエーイ。はい、維新伝心です。維新伝心です。はい、というのはですね、おさまけではもう熾烈なヒロインレースが繰り広げられておりますが、今回僕たち群青同盟は仲良く気持ちを合わせていきたいので。なるほど、はい、ルールはこちらですね。おさまけ関連ワードから連想されるワードを3人で揃えていきましょう。おう、3人だって。あ、誰が来るんだ、誰する。まさかの、まさか、誰だろう、誰、誰、多分誰かいるんだよ。あ、誰、誰、3人目イマジナリーフレンドみたいな。イマジナリーフレンドはい、はい、やっていきたいと思います。テスト前日の過ごし方。テスト前日の過ごし方か。まずいぞ、絶対合わないんじゃない。でもほら、3人目がなんとかしてくれるよ。あ、そうね、3人目、うん、はい、じゃあせーの、ダン。べー、俺全然勉強してねーわ。やっべーからの、むちゃくちゃ勉強した。むちゃくちゃやっちゃったんだ。俺なんて祈るで。シンプルでいいね、うん、神頼み。みなせ祈りだけに。祈り皆さん、すいませんでした祈りにするか。祈りにするか、うん、僕たちの答えは祈りです。祈り、はい、よし、成功すごい空気感になってきたぞ次のお題はこちらになります。うん、遅刻した時の言い訳。あ、これはあれでしょう、うん、あれなんだっけ、あれ俺は覚えてるぞ。かけましたわ。かけた。 OK、 じゃあ行こう。行こう、はい、せーの、じゃじゃん。母がアリ地獄に飲まれて、ね、すごい言い訳だな。おばあちゃんがクモの巣にかかっていて助けてんです。あ、これはもう同レベルだね揃ったね、これは、うん、多分同じ人の逸話をこう言ってるよね、うん、同じ人でしょ。同じ方の逸話だよね、これね、うん、ケン。そうそう、確かどっちもこんな感じの理由だったよね、うんうん、確かまだいろんなやつがあったよね、確か、うん、いろんなシリーズがございます、うん、やっぱ大先輩ってすげえや。すごい、2問中2問一致してるから。ああ、そっか。次は、はい、ああ、モテる部活。モテる部活。モテる部活、いやもうこれしかないでしょ。え、これしかない。うん、俺はこっちで行くわ。俺はもうこっちにした。オッケー、じゃあ行こう。行こう、はい、せーの。あー、だよね、だよね、どっちかだよね。あー、そう。いや違う、俺もね、最初そっちだったんだけど、うん、最近さ、うん、ほら発表されたやん、うん、あー、あー、そうね、さ、うん、ダンクだね。そう、うん、ダンクがさ、うん、今やっぱ俺、世界が終わるまではさ、ちょっとさ、そうね、そういう気分だったわ。楽しみに増したよね。ねえ、いや、まあでも2択あってたし、うん、うん、オッケーオッケーオッケー、はいはい、ということで僕たちは仲良く維新伝心できました。はい、できました。ヒロインレースの行方は、幼なじみが絶対に負けないラブコメは現在放送中です。皆さん引き続きお楽しみに。